はい、どうもお疲れ様です。みんなの銀行に引き続いて、今回の第一生命のネオバンクですけども、今日の時点で 37,500円ですね、いただいておりますんで、一応折り返し地点は過ぎたかなってことです。まあでもこっからはそんなに激しいペースでね、決まらないと思うんで、まあ1日1個か2個、1つか2つ決まればいいかなってとこですかね。で、タマホームから来ましたね、これね、郵送で。クオカード2万円分が、現場にはね、あまりの人気でなくなっちゃったんで、郵送しますと言ってくださった分が来たってことですね。それから今までもらったクオカードもこんなにありますね。1月は結構、住宅展示場いっぱい行ったんでもらいましたけども、さらに、2件来てるんですよ。積水ハイム。こちらの方が4000円分。で、パナソニックホームズさんが、なんかわかんないけど何かをくれるみたいな感じですね。まあこれはそんな無理せずに行けるようだったら行こうかなってとこですね。まあでも多くの人はこうやってね、もらえる案件やらないですよね。もちろん本当の冷やかしとかそれ目的でやると迷惑っていうところもあるんでしょうけども、一番問題なのはね、自分の懐にお金がないってことなんで、それがね、泥棒とか人を騙すものでなければ、やっぱりいろいろトライしてみるべきだと思うんですよね。で、少なくともそういうもんがあるよってことを人に知らせるっていう活動をすることはできると思うんで、その積み重ねが自分のメディアを作る、信用を作るのかなと思いますね。まあ今そんなとこですかね。いってらっしゃい。